よっしゃ、続きいきます。うーんとねだよな。ギャリックバスタイクか。ギャリックバスタじゃない、ギャリックカメハメハか。行こう。よし。で、あ、ちょっと待って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 。HP 全開、スノ、いや、まだ使わない。かなり回復。ちょっと回復。クリリンだけ回復したいんだよね。食べ物。クリリンに、食べ物を、ぶち込んだるぜ。よし。300キープで行きたいかな。いや、なんならもっと行きたいね。よし。まあ、このぐらいでいいかな。さあ、もう一回行こう。よし、これでまず一発いった。チャオさんで、最高キネシス。あとはまだよな。まあ、適当にカメハメハ打たせといて、まあ、眼光殺法。眼光殺法。いやー、魔光砲。魔光砲。さあさあさあ、次はこいつだ。オッケー、386。まあ大体ダメージどのぐらいかっていうのは分かってきたから、スーパーサイヤ人になってみようかな。これで火力上がるんだったら、まあなる意味はあるよね。流派カードの種類が増えるっていう、まあそういうデメリットを考慮しても、そっちの方がいいんだったらやっぱスーパーサイヤ人になるべきだよね。なんか、能力ってどんぐらい上がるんだろう。144の133、攻撃力、攻撃力144の133。ちょっとじゃあ、スーパーサイヤ人になってみようか。亀3枚生きてんだよね。亀3枚生きてんだよ。亀ハメハランプ生きてえな、ここ。行きたい。ちょっと待って、ここカメハメハランブ行きます。ちょっとサイコキネシス使って動き止めたいところだけど、カメハメハランブ行きます。でカイカイカイでしょ。カイカイカイなんだよ。カメハメハ打てねえな。じゃあいいや。いや、魔光砲打て。魔光砲ピッコロさんのトランクス防御 Z か。351、まあ、それでも351食らったな。これだけ食らえば大したもんですよ。やばい、やむちゃ。まあでもこれはある意味いいのかな。超能力ダメージないからね。動き止められるけどダメージがないから、まあいっちゃいいのか。さて、あ、ひつカードが来たけども、いやー、こうちょっとスーパーサイヤ人になるかなってみようか。そうしようか。スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人で、チャオさんでサイコキネシスね。クリリン敵でもキエンさんとか撃っとけ。ご飯はカメハメハ。あー、いや、スーパーサイヤ人なるか。あ、なれねえ、なれない。いいや、次のターン行こうだ。よしよし、オッケー。これでちょっと火力上がるかどうか、まあちょっと試してみたい。よし、変身で一旦使うっていうのもね、ちょっと嫌だけどね。117。ほんで、あー、やべ、落ちるかな。耐えた、なんとか耐えた。よ
し。もうでも実際はさ、精神の時のね、部屋で修行して、もう結構もうメタルクーラーなんて敵じゃないぐらい強いんじゃないのかな。そうでもないんですかね。よし。まあまあ、それはいいとして。もう一回クリーン行こうか。あー、チャオズもやべえな。チャオズでも、HP、KI 回復、医者だ。医者、医者、医者。お医者さんの、お医者さんは偉大ですよ。ウルマの母、プーアル。プーアルで行こう。よし。いいんじゃないか。さあ、これで能力的には上がってない。攻撃力上がってない。いやー、でも、数値に関係ない、なんか火力みたいな。なんかそういうのってあんのかな。あー、これで枠のカードと貝のカードが無駄になったよね。どうするこれ。まあとりあえずカメハメハ、スーパーカメハメハ、まあとりあえずは捨て身攻撃、捨て身攻撃いって、チャオさんで最高記念シス、もうこれしかないわ。いやもう連携いくか。あ、ダメなんだ、いけねえんだ。もう枠ゴミカードだから、枠はもうゴミカード。あー、ダメだ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 、もう何もかもダメだ。まあいいや、お前ら二人攻撃しとけ。メリットあるんすかね、スーパーサイヤ人になるメリットが。まあ、かっこいいけどね、かっこいいけどさ、なんかあんまりメリットない気がするんだよね。あ、でもダメージ上がってるか、上がってる気がするな。星攻撃力4に対して、いや上がってる気がする、するだけ。実際はわかんないけど、まあ一応なるメリットって あるのかな、これは。あーあー、間違え、くそー、間違えた。そうそう、何これ、こんな技あったの。ちょっと待って、操作間違えたわ。他のキャラの HP 見たかったんだよね。ちょっと操作間違えた。しかしピッコロあんな技あったか、あれ、あの天下一武道会でやったあの爆発派みたいな感じのやつ。いや今カメハメハランブ行きたかったんだよな。くそー、やるじゃねえか。あー、クリリン落ちたかな、クリリン落ちたかな。いいね、天さん、オッケー。あ、大丈夫だ、なんとか生きてる。カメハメハランブいけないよね。カメカメがね、ちょっと待って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 、くそ、厳しいぜ。あとでも1体、あと1体さえ落とせば気持ちすごく楽になると思うんだよね。で、あとは、あとはちょっと回復。よし。よし、行こう。ちょっと待って。どうする?どうする俺。ちょっと待って。攻撃力上げたいな。攻撃力ってか、星の数上げたい。アラレちゃんはね、これいらないよね、アラレちゃん。必殺カードなんてあんまりなーって感じ。すの。海王様。なんか、あれない？星の数上げる的な、やつないか？うわー、これ。入れ替える。いや、防御1になってもいけん。あ、でもまあ、メタリック軍装で上げりゃいいのか。
しょうがねえ。じゃあ、背に腹は変えられん。これで、これでいこう。これで、やっぱカメハメハランプいけないわ。いいっす、いいっす。じゃあこれでメタリック軍曹いこう。よし、オッケー。カメハメ。くぅ、今度はエネルギーが足りねえ。あれやればこれダメみたいな感じですよね。スノ行こう。よし。よし。カメハメハランブお見舞いしてやるぜ。カメハメハ。スーパーサイヤ人4人でなんかやれないかな。いやでも4人わざとあともなんかなかったような気がするよね。そっか、枠、ついつい枠いっちゃうんだよね、ベジータトランクス。あー、やっぱミスったかな、これ。いや、ファイナルフラッシュいけ。もう前1枚。ファイナルフラッシュ。ハメハメハ。やっぱあれだね。スーパーサイヤ人にならない方がいいかな。いや、まあ、仮に火力上がったとしても、あれなんだよね。組み立てやすい方はやっぱり、スーパーサイヤ人にならない方がって感じ。連携組みやすいのはやっぱ、素の状態な気がするな。もうこのね、緊張感のある音楽もずっと聴きっぱなしだからね、疲れてくんのよね。うわー、クリリンやべえ。なかなか相手の攻撃終わらないんですよ、これ。ナイス。なかなか終わらんのよ、1000人。クリリンまだ大丈夫だと思うけど、まあ一応回復しとこう。さて、超が来てるのか。超だらけ。ここでさ、ないのか、このサイヤ人の。このうわー、なさそうだな、これ。なさそう。あと1回カメハメハ。あと1回って何？悟空なんか使ってない技あるっけ。スーパーカメハメハかな、これかな。これと何かあるんだろうな。じゃあ一発撃っときたいよね。じゃあ一発、オッケー。よし、行こう。スーパーカメハメハ。超しかねえからな。まあいいや、エネルギー温存だ、ここ。スーパーサイヤ人だろ、ご飯も。もうやけくそだ。はい、やっぱスーパーサイヤ人もうなるのやめようかな。もうこれやめますか、スーパーサイヤ人になるの。おー、いいね、かっこいい。やっぱご飯かっこいいな。いいね。オッケー。いやー、522、これめっちゃ食らった。防御1だけどめっちゃ食らった。はいはい、まだ顔が歪まない。まだ歪まない。くっそー、やるじゃねえか。さてカメハメハランブはいける。まか。いや、カメハメハランブでしょ、ここは。よし。で、間はもう使い物になんねえからね。使い物になんねえから。さっきのなんか、あ、爆発波あるわ。これはあれか、神様と合体して覚えたのかな。ちょっとわかんないけど。やばい、食らったけど大丈夫。耐えた。さあ行くぜ。795、食らった。やっぱ火力は上がってるんすかね。
わ、雑魚キャラばっか狙いやがって。かわせ、かわさない。くそわ、あーまたカメハメハランブいけるな。カメハメハランブはいける。てかそれしかいけない。いやめっちゃやべえな。くそー、苦しい、苦しいぜ。なんとか、これ下手するともう一本動画必要なんじゃない？一体につき動画一本みたいな。うわーこれ、あ、いける？あ、いけない。うわーマジかー、星3以上じゃなきゃダメなんだ。エンマ様、エンマ様、オッケー、行こう、行くぜ、ハメハメハランブ。しつこく行くよ、しつこく。ハメハメハ、ハメハメハ。そしてチャオさん、何よりチャオさん。魔のカードがゴミとかしている。星7か、星7か、関数字7、防御7か。566、わあ、ようやく顔が歪んだぞ、ようやく歪んだぞこれ。残り1体になればチャオズもあの超能力でね済むからね、サイコキネシスじゃなくて。オッケー、よし、わあ全然もうこれ連携いけない、連携いけない。ウーロンも持ってない。うーくそー、マジかー、つらいぜ、つらいぜ。もうこれ適当だよな。あかん、高殺砲撃ったれ。あ、待って、まかん、高殺砲じゃねえ、激烈砲弾。誰か HP 高いやつ。うわ、動き止めたところまた強力エネルギー派っていう、これ見事な立ち回り。理想的な立ち回りだこれ。お、防御1、チャンスはチャンス、チャンスはチャンスだけど、チャンスはチャンスだけどさ、連携いけないから、こういう時連携いけりゃね、一気にも激ハマでいけるんだろうけど。さあ、そしてベジータがやばい、ベジータがやばいんです。はい、点で使ってやるか。オッケー。さあ、そしてカードは、くそー、蝶のカードが来ねえよ、全然ダメだな、本当にこれダメ、これ衝撃波。チャオさん、チャオ先生、なんとか一つお願いしますよ。紀炎山、あ、はい、もういいや、スーパーサイヤ人本当なりませんわ僕。スーパーサイヤ人ならないで、もうあとこのゲームクリアまでいきますわ。やっぱダメだ、連携組めないんじゃ話にならん。よしよし、 OK、よっしゃ、オッケー、いい、さあさあさあ、追い込め追い込め、やばい、耐えた、きついぜ、かなりきついぜ。よいしょ、全然食らわん、全然食らわん、泣けてくる。ヘビ姫、ヘビ姫、ヘビ姫使う、まあでもないんじゃない、一緒。チャオさん、もう一丁、もう一丁、チャオさんからのクリリン。よし、まあまあまあ、こんなもんで、こんなもんでいいんじゃないですか。オッケー、
おっと、蝶がいっぱい来てるね。蝶がいっぱい来てるね。どうすっかな。久しぶりに、ギャリックカメハメハイケル。からの、チャオさんがサイコキネシス。トランクス。あー、フィニッシュバスターいけねえか。ご飯。激烈魔線香。おお、そんなのもできんだ。これも絡んできそうな気がするな。絡んできそうな気がするぜ。誰でもいいや、テンさん。さあ、まずこいつ落とせ。えい、680生きている。どうだ。いや、生きてるな。くっそ、どうだ。あ、倒した。オッケーオッケー、倒した倒した。よし、ここまでくれば、ここまでくればですよ。ピッコロと、いけるとしたらピッコロとクリリンかな。まあ、天津飯チャオズもいけるけど、ピッコロ、防御1なんだよね、これね。防御1、捨て身攻撃しかいけない。なんか防御アップのやつあったかな、占いババ的な。占いババあったー、ありました。よし、これで連携いける。ね、行くぞクリリン、行くぞクリリン。そして超能力、あとは適当。あとは適当ですよ。あ、そっか、これ変わるんだ。質が変わるね。指定アタックいける。ダブル魔線香もいける。いや、カメハメ入っとくか。いや、ちょっと待って、ちょっと待てよ。ちょっと待ってつください。爆裂、爆裂のしてアタック行こう。してアタックの、してアタックの起炎山早期弾。オッケー、これで行こう。さあ、どんだけ入るか分からんけど、もう連携打てる限り打っていく。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃない。これもちょっと期待してるけど、どうかな。いいじゃない、やっぱ火力は上がってる。やっぱこういう状況での連携はダメージが入ってくれますね。でもここまで持っていくのがすげえ大変なんだよね。よし、これでいいよ。超能力入れとけ。あとはファイナルフラッシュだな。ギャリック4ダメだ。ファイナルフラッシュ、まあ、トランクス殴っとけ。おお、チャンスだ。いけー、よしよしよし、入った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 、4桁入った。うわ、そこそこきっちり決めてくれ。オッケーオッケー。うわ、そしてチャオズに超能力返しだよね。やられた。天津飯太陽剣打てねえかな。そう、あ、これ全体かな。全体だ。やばい、耐えた。オッケーオッケー、耐えた耐えた。あー、今回もなんかカードのハイパイがあんまり良くないぞ。基本的に蝶が来ないと話にならんって感じだよね。
たしてアタックいくか。打てご飯、打てご飯いくか。打てご飯、打てご飯、あれこれか、これがこれか。で打てご飯、これだ。3人技、3人が携われば強い説だからね。なかなかに強い説だからね。チャオさん、チャオさん、あれあれ、チャオさん、あ、チャオさんもあれいなくね。あれ、チャオさん落ちた、落ちてないよね。あれ、ちょっと待って待って待って、ちょっと意味わからん、意味わからん、意味わからん。何しようとしてたんだっけ。打てご飯だ、打てご飯、打てご飯。ちょっと待って、ちょっとここ時間かけて申し訳ない。これか、次派で、あ、チャオズも選択してたか。あれあれ、いなくない。あ、そっか、動き止められてたんだ。そっかそっかそっか、そうだった、そうでした、そうでした。私としたことが、私としたことが。さあ防御2よ、ここチャンスよ。打てご飯、いった、いいね、4桁入った。ちょうど防御が弱かったっていうのもあったけど、さあさあさあ、何回行動すんだよおめえよ。くそー、もう一回ヘビヒミいくか。もうカード使えるだけ使っとこうか。捨て身攻撃、捨て身攻撃いきます。コスパのいい捨て身攻撃。そしてチャオさん、チャオ先生、あ、ちょっと防御高めでいこう、防御高めで。あとはもうどうもこうもねえなー。新規候補、あ、何回いける、超能力機、あー、いや、動き止めるのが大事だからこれでいきます。あー、全体か、全体か。でもまあ相手の防御 Z だから、これまずい、攻撃させて1枚取り替え、わあ、防御7、くっそー、まだ防御7だ。 OKOKOK、 防御1だけどここから変わらない。 OKOK、 よし、止める。さあここだ、ここだぞ。セミ攻撃どんぐらい入るかな。よし、くらったくらった。いやー、時間かかってます、申し訳ない。ノーカットでね、ノーカットで送りますよ。よーし、おー、歪んでる、顔が歪んでる。笑えよメタルクーラー。いや、コンボいけないよなこれな、いけないよね。わからん、わからん、わからん。オートだ、もうここオート、これでとりあえず一旦やり過ごす。またこれ3人になった。これ連携ではないのか、こういう技なのか、こういう演出の技なんだね。あくまでも個人一人の技なんだろう、だろうね多分ね。 OKよし、全然ダメージ入らねえの。どう組み立てます、どう組み立てますかこれ。カメハメハランブ、ギャリックカメハメハいけない、いけるかな。ベジータカード変わるっけ、ベジータカード変わらんか。あ、いけそう、いけそう、あ、変わった変わった。オッケー、よし、ご飯もカード変わるんだけど、変わるんだけど、機能解放、
もう昨日解放しかいけねえわ。昨日解放。チャオさんが、動き止め。ってな感じで。あー、防御7か。いや、でもいい。もう相手、追い込んでるからね。一気に決めちゃいたい。よしよし、473。まあだから、デバフ的なカード、相手の防御を下げる的なカードもやっぱり、使った方がいいのかなって感じするけど、でも基本的にさ、ボスって2回行動、3回行動だから、カード変わるからね、あんまり意味ないっちゃ意味ない。チャオズ落ちたかな。落ちたとしてももう、センズで無理やり生き返す。381。まあまあまあ、コスパの割には、ねえ、いいんじゃないですか。チャオズが、まあ落ちるんすよ。チャオズはね、あーもったいねえな。センズちょっともったいねえな。とはいえだよね。 HP 全開ちょっと回復、かなり回復、ちょっと回復、ちょっと回復。あれ、ヘビ姫もうないっけ。ヘビ姫はもうない。よし、お化け、お化け。よし、オッケー。なんならもう一回カリン様行こうか。よし、よし、行くぞ。うわー、星1ってこれ、星1って。もう、あ、エンマ様、エンマ様いた、いたいたいた、いたよ。やっぱここでさ、悟空、ピッコロ、クリリン、ご飯のあの、なんだっけ、元気玉の連携のやつ、行きたいよね。これ、まあって、亀もあるから。これ行きたいとこだよね。やっぱ悟空はスーパーサイヤ人になると技の数も少なくなっちゃうから、イコール連携の数も少なくなる。ってことなんでしょうね。どういうことよってな。あ、やばい、クリリン回復するの忘れてた。クリリンに攻撃来なきゃいいけど、来ない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 よ。ただ相手相当よ、ね、弱ってるから、これまた、うわー、何回行動してくんだよおめえ。よし、攻撃は収まった。号泣に、まだダメか。くそー、防御高めだからあんまりダメージが入らん。くそー、センズじゃねえ、医者だ。 HP 低い人はピッコロ、ピッコロさん、ピッコロさん、クリリン全然足りねえ、全然足りません。まあまあまあ、これぐらいでいいかな。いや、電でも使え、もう惜しみなく、惜しみなくいこう、最後だと思って。うーんだな、これな。ご飯とコンボとかいけないかな。エネルギー派、カメハメ派、カメハメ派と、カメハメ派とご飯カメハメ派かな、やっぱり。27、激烈鋼弾だわこっち多分。そっか、そういうことか。ちょっと待って、じゃあもうこうだわ。これしかないっすわもう。はい。あと適当だよね。ファイナルフラッシュ、あと適当。さあ弱ってるぞ。えい、558倒した。
OK。いやー、長かったね。本当にもう。ご飯レベル70だって。すーごいことなってる。サイヤ人、サイヤ人魂。はいはいはい。オッケー、あざすあざすあざす。どうじゃ。なんだと？これはまずいよな。俺の弱点はビッグゲテスターのメインコンピューターによってこうして蘇った一層パワーアップしてな。もう自分で弱点晒してるよね。お前たちが死に物狂いで俺を倒したところで俺は何度でも蘇る。さらに強くなってな。つまりお前たちは俺を永遠に倒せない。天さん、化け物か。どうなってやがる。お前たちが倒したクーラーはすべてビッグゲテスターの偉大な科学力が生み出したものだ。これだけのメタルクーラーを敵に回して戦える力がお前たちにまだ残っているかな。やるしかないのか。へへ、どうすっかな。はい。ちょ、なんて書いてんだ。めまいがするぜ。くそったれ。オッケー。どうでしたっけ？なんか核みたいなのあったんじゃなかったっけ？確か、あれ、ここは。建物の中、なんか、そうだよね。そう。はい。静かに静かに。一度静かに。はい。これからあなた方をすり潰します。すげえこと言ってる、これ。出てきた生命エネルギーはすべてこのビッグゲテスターのエネルギーとさせていただきます。感謝するように。バカこくでねえぞ。はい、元気があっていいですね。まずあなたから。バカタレがやめてけれ。お母さん。はぁ、父大丈夫か。ああ、ピッコロ助かったべ。ここには何があるはずだ。探索してみるぞ。はい、なんか、急展開だな、これ。マップ。見ますけども、なんかすごい、わ、ボスいるね、ボスいるね。でも、あ、なんか何体かいるのかな、これ。何体いるね。3体4体、これ倒してなんか真のボスみたいなのが出てくんのかな、もしかして。この先にとか、なんか、あんのかな？はい、まあいいや。じゃ、とりあえず今回ここまでにしとこう。カードがね、すぐそこにあるから、うん、ここでカードを補充して、あとは回復もしたいしね。回復はもう自動でされてるかな？されてない。はい、オッケー。わかりました。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。